金層だけは、両白山地南部の小し山地の岐阜県伊比郡、伊比川町、福井県今立郡池田町と南城郡南越前町にまたがる、標高1227メートルの山。別名が、金郡が、竹と塚奥山。塚奥山は、徳山村塚の奥にある山であることに由来する。三名は、福井県側によるものと見られていて、三名の由来は、 北山六にある芋が平らの絵月で金粉が竹と書かれ美濃の山と明記されていた。1815年の越前明石港では金粉が額と記されていた。幕末の頃に金層岳となったと見られている。山頂付近にはチャートが分布している。山域に集落などの居住地はない。林道冠無理山線が付設される以前は訪問者は稀で 犬足の生息地と見られていた。山頂には狭く、二等三角点が設置されている。冠山峠から、日野清峠までの北側の福井県側の山域は、奈良又ブナ植物群落保護林として保護されている。山頂付近の東側の小ピークである、白倉山には、日光木杉の群落が広がっていて、初夏に、日光木杉や霜付け草などの花が見られる。 檜ノキ峠から北側の稜線上には本社投げ、三蜜伐知事などが自生している。檜ノキ峠付近から望む金草大竹、県境稜線が登山道となる、登山の対象となる山で、冠山峠からの登山ルートが、岐阜県による岐阜県産のグレーディングで、技術的難易度がランク A、体力度が2、1から10とされている。 冠山峠から冠山とセットで日帰り登山されることがある。岐阜県山学連盟により岐阜百山の一つに選定されている。以下の登山道が開設されている。日の木峠付近の東側の登山道から10メートルほど下った天又谷の源流部には流水がある。両線部のところどころや山頂からは展望が開ける。 岐阜県と福井県の県境にある山で、山頂部は、伊比郡伊比川町と福井県今立郡池田町に、またがり、北西側の山域が、南城郡南越前町に属する。山頂の東北東約500メートルには、白倉谷の源流の山である白倉山の小ピークがある。冠山峠と、日の木尾峠の間にあるピークは、布滝の塔と呼ばれている。周辺の、 主な山を下表に示す。金層岳から望む伊比川の徳山ダム、伊比川と日野川の一貨支流の河川の源流となる山で、伊勢湾と日本海へ流れる。太平洋側と日本海側との分水嶺となる山の一つである。徳山ダムの北西 18km に位置する。周辺の峠を以下に示す。冠山峠から望む冠山 JR 西日本。 今城駅の東 15km に位置し、養老鉄道養老線いび駅の北北西 40km に位置する。北陸自動車道今城インターチェンジの東 15km に位置し、名神高速道路大垣インターチェンジの北北西 57km に位置する。東側の山域に林道館無理山線が通る。南側の道谷沿いに林道が通り、 高倉峠を経由して、西側の藤倉谷川沿いに林道塚線が通る。周辺は特別豪雪地帯であり、林道は積雪期に閉鎖される。根張りの大きな山陽の山である。山頂からは白山、冠山、北アルプス、御嶽山などが望める。ありがとうございます。